大変だ。どうしたの、コタ。これまでずっともたつぼ講座やってきたけどさ、肝心の次回予告してなかった。今さら、最初からそういうコンセプトじゃ。もしかして視聴者はもたつぼ講座より予告してほしかったりするのか、つうか世の中のニーズがわからん。こうなったら間を取ってオーバーテイククイズ。クイズ早速第1問。俺の一番好きなアイスは、な、パピですが、春の一番好きなアイスは。これって視聴者のみんなに答えを聞いてるってこと。永遠に答え返ってこないと思うんだけど。ダーン、一方向メディアの限界。次回オーバーテイクラウンド8、同じ穴のムジナたち。次から普通に講座に戻れば